はい、どうも皆さんこんにちは、リュートです。今回お散歩動画ということで、ちょっと曇り空ですね。こういう感じですね。ちょっと雨が降りそうな感じのお散歩動画となりますが、どうかは最後まで見ていただけるとありがたいです。それでは早速行っていきましょう。一回やると無謀になる習性があるんですね。今回だいたい30分近くになるかなと思います。ある視点まで、今回はお散歩みたいな感じで、歩いていこうと思います。今ニワトリが鳴きました。学校の前にある。昇段式コーナー。の方に商店街が見えて、奥の方に商店街が見えたの。すぐ近くで工事が行われているみたいで、建物を壊している感じです。これこっちが包丁屋さん、
川に着きました。なかなか大きいですね。ちなみにこっちが今向いてる方向が上流になって、こちら側が下流の方向になります。コンビニが見えます。ラスト、魚おるんか。魚取りに行ってみたっていうのもなんかいつかやってみたいなって感じですわ。なかなかいい感じの眺めだと思います。これで3回目のお仕事をしてくるので、ここはすぐ変わるんで、こんな感じ。渡ろうと言いつつも渡っているとね。自分へのツッコミ、もうなんかやったりしてますね、普段。心の中でとか、声に出すこともあります。とかなってますね、天気予報では。点滅信号、とりあえず目的地まであともう少しで着きそうなので、その目的地に着く頃には動画一旦閉めようと思います。秋になったらね、ここもすごい米がいっぱいできてね、収穫している光景が見れたりします。自動販売機2 自動販売機ブラザーズ、全く色が違うけど、赤白だね。紅白、止まれ注意。なんか面白いかな、面白いね、そんな注意。めっちゃカーブミラーがあるね。どんだけある。まあでもいっぱいあった方が安いんでしょうけどね。よし、渡ろう。ガソリンスタンドある。ドラッグ公園。
ょっと待って、こちらに国道です。322号線となっています。軽車両を除くここまで注意。ここから速度30キロになります。走りなさいってことですね。振り返った瞬間、車です。大きい家でした。大きい家ですね。すごい。暑い。暑くなってきた。ここで動画は終わらせていただこうと思います。後半へ続く。